メシアの生涯第171回ベタニアでの出来事聖書箇所は2箇所です最初はマタイの福音書26章1節から5節イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われたあなた方の知っている通り2日経つと杉越の祭りになります 人の子は十字架につけられるために引き渡されますその頃祭司長民の長老たちはカヤパという大祭司の家の庭に集まりイエスを騙して捕らえ殺そうと相談したしかし彼らは祭りの間はいけない民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた続いて ヨハネの福音書12章2節から8節人々はイエスのためにそこに晩餐を用意したそしてマルタは給仕していたラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていたマリアは非常に高価な純粋なナルドの紅油3 0 0ムを取ってイエスの足に塗り 彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は紅油の香りでいっぱいになった。ところが、弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの紅油を三百デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかし、こう言ったのは、 彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく彼は盗人であって金入れを預かっていたがその中に納められたものをいつも盗んでいたからであるイエスは言われたそのままにしておきなさいマリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのですあなた方は 貧しい人々とはいつも一緒にいるが。私とはいつも一緒にいるわけではないからです。はい、皆さん、おはようございます。今日のタイトルをご覧ください。メシアの生涯第百七十一回。ベタニアでの出来事。二箇所ありました。マタイ二十六の一から五。ヨハネ十二の。 2から8ですさあ文脈の確認をいたしますあの南海で長々しいオリューブ山での説教が先週で終わりました合計6回学んだんです本当にご苦労様でしたで今何曜日が続いてますかえ？火曜日です今日火曜日が終わります これで火曜日が終わります。日没後は水曜日です。いいですか。で、今日の後半の話は晩餐とあるので、日没後のことだと考えれば、もうユダヤ的カレンダーでは水曜日に入っているわけです。それは微妙なところですね。いずれにしても火曜日から 水曜日に移行するあたりの話なんです。ちょっと先取りして言いますと、このあと水曜日の活動はどうなるのか、水曜日の活動は出ていません、聖書に。ということは、水曜日は活動しないでお休みになったと考えることができます。木曜日は杉越の祭りのための準備の日です。ですから再び 活動が始まります。神殿には入らないけれども、エルサレムの町にイエス様が入っていかれます。そして、金曜日が、まあ、木曜の日没から金曜になるわけですけど、杉越の食事、月瀬真セマネの園での祈り、逮捕、そして、夜中の監禁、早朝の裁判、そして、十字架にかかる。 という流れが出てくるわけです。ですから今日のこの話が終わるとあとはもう最終ゴールに向かっていくような流れになってまいります。で今日のこの箇所から2日後に杉越の祭りとなります。さあ、AT ロバートソンの調和表を見てください。今日は2つ取り上げます。セクション140と141ですね。140が イエスは十字架の死を予告する。マルコ十四の一から二、マタイ二十六の一から五、ルカ二十二の一から二。セクション百四十一。ベタニアのマリアがイエスの埋葬のために香油を注ぐ。マルコ十四の三から九、マタイ二十六の六から十三、ヨハネ十二の二から八です。二つ取り上げる理由はそれぞれのセクションが短いからです。 オリーブ山での説教は6回に分けなきゃいけなかったんです今回は2つまとめて語ることができます聖句を見るとマタイ26の1から5というのがセクション140にあります141ではマタイ26の6から13というのがありますですから一つの語り方はマタイの福音書の26章を全部一貫して話してもいいわけです しかし今日はヨハネの福音書に飛んでます。その理由はヨハネ12の2から8の方が詳しいんです。特に重要なのは固有名詞が出てきます。誰が関わっているかということが出てきます。ですからヨハネの福音書を取り上げて今日は学ぼうとしています。皆さん喜んでください。すっごく分かりやすいです今日の話は。もう本当に分かりやすいと思います。から、 リラックスしてホッとしてててと聞いいください今日のアウトラインです今日は前半後半ですね十字架の予告マタイ26の1から5はい丸1読んでくださいイエスによる十字架の死の予告丸2ユダヤ人の指導者たちの陰謀この2つを語ります今度後半ですね埋葬の準備、はい、丸1マリアの行為丸2 弟子たちの反応、丸3、イエスの教え、この順番でお話をしていきたいと思います。さあ、今日のメッセージのゴールです。着地点ですが、3つありますね。1番目、イスラエルの祭りとメシアの生涯、2番目、4組の登場人物たち、3番目、マリアの信仰。こんなふうにしてあの今日の ゴールをを確認してて話を進めいいいきたいと思いますではアウトラインにもう一度戻って確認しましょう十字架の予告、はい、12と読んでくださいどうぞイエスによる十字架の死の予告2ユダヤ人の指導者たちの陰謀、はい、後半埋葬の準備、はい、1マリアの行為2弟子たちの反応3イエスの教え、はい じゃあこれで準備ができましたのでこれから内容に入っていきましょう準備よろしいですかじゃあいきますよはいじゃあいきましょう十字架の予告ですねまずイエス様が何と言われたのか一節をご一緒に読みましょうね、はい、イエスはこれらの話をすべて終えると弟子たちに言われた、はい、これらの話っていうのは何でしょうか これらの話を全て終えるとって何のことですかオリーブ山での説教ですよ。だからあの難解なオリーブ山での説教が終わったということです。そして次の段階に入っていくわけですがマタイの福音書の中でまるを話し終えるととかまるについて全て話し終えると。 とかいう表現が５回出てくるんです。でノートをつけたらいらっしゃる方、聖句言いますね、マタイの福音書７の２８、７の２８、１１の１、１３の５３、１３の５３、そして１９の１。で５番目がこれです、２６の１ですね。話をすべて終えるとという表現が出てくるんですが、これは 実はとっても大事なんですね。イエスの交渉外のターニンングポイントになってま,すまあ読んでるとこれが見出しになってくるわけですあるいは込み出しのようになってくるわけですねつまりここからギアチェンジして次の段階に入るということです。ここではこのオリーブ山での説教が終わって以降十字架の話に入っていくっていうことです。つまりここから十字架の 予告が始まるわけですさあ2節を見てみましょう。はい、2節ご一緒に、はい。あなた方の知っている通り2日経つと杉越の祭りになります。人の子は十字架につけられるために引き渡されます。はい、杉越の祭りは2日後に迫っていました。これは。 あなた方の知っている通りってありますからユダヤ人で過ぎ越しの祭りのことを知らない知らない人は誰もいません私たちにはそういう情報がないから難しいだけでユダヤ人はみんな知ってるわけですね例えば12月30日に皆さんご存知のように2日経つと元旦になります <laughs> そんなこと言わなくたって分かってるね でもこれはユダヤ人にとっては常識ですね杉越の祭りが2日後に迫っている。マルコの福音書14の1見てください。ではご一緒にさて杉越の祭りと種なしパンの祝いが2日後に迫っていたので再始立法学者たちはどうしたらイエスを騙して捕らえ殺すことができるだろうかと懸命であった。ここでは 過ぎ越しの祭りと種なしパンの祝いというふうに出てきますね。これは聖書をあまり読んでない方が読むと過ぎ越しの祭りとはとても読めませんね。まず間違いなくカエツの祭りと読みますね。そうですよ。僕らは過ぎ越しの祭りと読むように教わったから読めるわけですね。ここでは二つ出てきてるんですが、先ほどは 杉越しの祭りだけだったでしょ。本来は杉越しの祭りっていうのは一日の祭りです。種なしパンの祭りは七日間の祭りです。で、杉越しの祭りのあとついて七日間種なしパンの祭りがあるんですね。合計何日ですか？合計八日間。例えばシルバーウィークとあります。が今年は大型連休でした。皆さんは。 何日が何の祭りかというのはいちいち考えてる合計何日休みだだけじゃないですからイエス様の時代になると本来は1日それから7日間というのは合体してもう8日間の祭りになっちゃってるでその場合は杉越の祭りと言ってもいいし種なしパンの祭りと言ってもいいし両方言ってもいいんですねもう合体しちゃってるわけです8日間それは 今のユダヤ人たちも同じです。八日間の祭りを祝います。で杉越の祭りというのは、準備期間がありまして、二、三の月の十日に子羊を寄り分けます。それから十四日に子羊をほふり、食事の準備をしますが、この年はその十四日が木曜日にあたりますね。 そして、子羊をほふった、その日の日没後、つまり翌日になっているわけです。15日になっている。金曜日になっているその日に、杉ぎしの食事をするわけですね。そういう流れになっていきます。さあ、イエス様がここで十字架の予告をなさいますが、これは福音書の中では4回目の十字架の予告です。 聖句はマタイの福音書だけ見るとマタイ16の2117の2320の18そしてここのマタイ26の2ですね皆さん思い出してくださいイエス様が十字時間の予告をされた時に弟子たちはそれを理解しました理解しませんでした理解できなかったんだよねしかしここで4回目の予告をして この予告が今までと違うのはイエス様が十字架の日を特定されたんです。つまり、あと二日後の杉越の祭りの時に十字架にかかって死ぬと特定されました。私たちは弟子たちが何度この予告を聞いても理解しなかったことを、なんと不信仰な弟子たちだろうかと思ってはなりません。彼らにとっては、 特にローマ時代のパレスチナ、ユダヤ人が住むこの地では十字架にかかるというのは大変な出来事です。侮辱です。悲劇です。ですから、イエスが十字架刑に遭うなんてことはこれっぽっちも考えないし、どんなに言葉を聞いても想像できないんです。だそれ私たちはあまりにもこの話に慣れすぎてるんです。 だからこの後イエス様は十字時間にかかるそこから振り返って今この歌詞を読んでるわけですそうだそうだ二日後に十字時間にかかる弟子たちバカだなんだもう鈍感ななんでわからないんだと思うんだけどそれは違うっていうことね私たちも聖書を読んでて人間的な判断で今の自分たちの理解と知識を持ってねこんなことありえない例えば刑期を論じるときにね 生きたまま上に上げられるなんてそんなことありえないよだいたい重力の法則に逆らってるじゃないか体重に関係なしにみんな上げられるってのはおかしいだろうとかねまあいろいろ理屈を言うわけですけどそれは全く愚かなことで聖書に書いてあることは人間の理解の限界を超越してるんですねだから弟子たちは十字架形すら想像できないことであったという 彼らの状況に対する理解を示す必要がありそこから私も私もあるいは同じかもしれないというふうに反省していくそれが正しい聖書の読み方ですねさあところがここまで読むと弟子たちが信じたとか信じてないとか何も出てこないので今までの流れから言うと当然弟子たちは分かってないと思うよ そこで場面はどこに変わるかっていうとユダヤ人の指導者たちの陰謀に入っていくんですねこれはすごい対比があるんですイエス様は杉越の祭りで死ぬとおっしゃってるユダヤ人の指導者たちは杉越の祭りでは殺さないと話し合ってるんですその対比を見落としてはなりませんでは見ていきましょう3節。 じゃご一緒に。その頃、祭司長、民の長老たちは、カヤパという大祭司の家の庭に集まり、イエスを騙して捕らえ、殺そうと相談した。はい。祭司長が出てきますが、これはサドカイ派です。別の福音書では、この後、立法学者が続きます。パリサイ派です。それから民の長老たち。まあ、これは、 行政を担当しているあるいは政治的指導者と考えてもいいでしょうそれに大祭司が加わりますカヤパです大祭司もサドカイ派ですユダヤ議会サンヘドリンのリーダーですだからイスラエルの霊的政治的行政的リーダーたちが大祭司カヤパの家の庭に集まったんです本来はパリサイ派とサドカイ派は敵対しています ここではとっても仲いいんですね。なぜですかイエスを殺すということでは利害関係が一致していたわけです。だから普段は敵対してるんだけどイエスを殺すということでは意見が一致していたんです。で彼らは結論出してますね。イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。これは明らかな立法違反です。 どこが立法違反ですかユダヤの立法では裁判にかけて有罪宣言をしなければ殺したり捕らえたりできないら彼らはまず結論あるきですねつまり立法の守護者である人たちが率先して立法を破っているんです 憲法の守護者である政治家たちが率先してそれを破る。これ2000年前の話ですよ、今、僕言ってるのはね。<laughs> だから権力を手に入れた人たちの思考パターンというのはさほど変わってないね。次、5節、はい。しかし彼らは祭りの間はいけない、民衆の騒ぎが起こるといけないからと話していた。 はい、指導者たちが話し合って彼らが注意した点が2つあるんです。1つは民衆が見ていないところでイエスを逮捕するということ2つ目はぎ越しの祭りの時にイエスを殺すことは避けるということいいですか見てないところでこっそりやるそれから祭りの間は避ける。 なぜかというと、民衆の暴動を極度に恐れたからですみんなが気づく前に、手早く法律を通す。連休になると、デモがうるさいから、それは避けて通す。2000年前の話ですよ。<laughs> 同じことですよ。つまり、彼らは民衆の暴動を極度に恐れたんですね。 だから祭りの間ユダヤ人たちはよく暴動を起こしてたからカイザリアというところに駐屯していたローマ総督は祭りの期間はエルサレムに上ってそこに駐在したんですその時に普段よりもたくさんの兵士を連れてきて兵士を配置したんですアントニア要塞というところで神殿を見下ろす位置に兵士たちを配置してことがあれば即対応するという 監視体制を強いたわけですねその暴動を恐れたで特にサドカイ派は親ローマであり基本的には現状維持派ですですから民衆が暴動を起こしローマが介入してくると現状維持が壊れる既得権益が奪い去られることを恐れてるからだから民衆が 気がつかないうちにこっそり捉えて祭りの間ではない時に殺してしまうで何もなかったような顔をするやがて民衆もこの決断が良かったと後になって気がつく,つく時が来るはずだ2,000年前の話です <laughs> ところがさっき申し上げたように神様のゴールは違う イエス様は、二つのことをゴールにしています。一つは、過ぎ越しの祭りで死ぬっていうことです。なぜかというとね、とっても大事ですね。これ、すぎ越しの祭りっていうのは、実はメシアの死を予表する型になってるからです。もう一つは、十時間にかかって死ぬ。それ以外の方法ではダメなんです。次越しの祭りの間に十時間にかかって死ぬ。 だから指導者たちが考えていることとそれからイエスが目標としていることの間にズレが生じているわけです。どっちが成就するかもちろん神のゴールが成就しますよ。じゃあなぜ神のゴールが成就したのかそこに重要な役割をネガティブな意味でね果たすのがイスカリオテのユダです。ユダが 動いた逆に言うとイエス様がユダを動かしたので即逮捕になったんです。イザヤ書53の語を見てください。はいご一緒に。しかし彼は私たちの背きの罪のために殺しそうされ私たちのトガのために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし彼の打ち傷によって私たちは癒された。 これはメシアが石打ちの刑ではない十字架刑で死ぬことの予言です。なぜわかるか。どの言葉でわかります。刺し通される。それから砕かれる。これは十字架につけられると骨骨がバラバラになっちゃう。それから打ち傷。これはその前の無中打ちの刑をことを言ってるわけですね。だからもしイエス様が吸い越しの祭りの間に死ななかったらこの予言は 保護になっちゃう。篇二22の11から18。これ長いから一部だけ読みましょう。はい、どうぞ。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。これ十字架形の予言ですよ。 ローマの兵士は三人一組で十字架につける仕事をするわけですね。その仕事をした人の取り分は罪人がつけている衣服ですあるいはサンダルですあるいは頭につける布ですねそれを分割するんだけどイエス様の上着だけは上から下まで縫い目がないものでそれを三分割すると価値がなくなるのでそれはやめて彼らは くじを引いて取ったんです。それがこの予言です。ですから、イエス様が杉越の祭りの時に死ななければ、これらの予言は成就しないんです。杉越の祭りは、メシアの死の予言的フレームワークになっています。予言的枠組みです。もし、このことに固執しないとしたら、イエスはいつ対応されていてもよかったんです。 いつ逮捕されてどのような死に方でも問題なかったわけですねでもそうではない聖書にはイエスが逮捕されそうになった時にまだ時が来ていなかったという表現が何回も出てくるでしょうそれはここで初めてイエス様が特定されたこの吸いしの祭りの日でなければいけないということが明らかになってくるわけですさあここまでで私たちは テンンショににつついいてて緊張関係について学びました。イエスは吸いしの祭りの時に死のうとしておられる指導者たちはそれを避けた形でイエスを殺そうとしているその背後にあるのは神の計画と悪魔がそれを妨害しようとする悪魔の計画の2つが葛藤関係にあるということですこれをまず押さえておいてくださいそういうある意味では暗ンたタるンタね その暗い暗い状況の中で光り輝く話が今出てくるんですそしてその中心にいるのが一人の女性です埋葬の準備に入りますけどその中で希望を示している一人の女性名前は誰ですかマリア君の名はマチコじゃないよ マリアですすごいねこのマリアさんって今回このメッセージを用意しててマリアってすごいと思ったなぜすごいのか徐々に分かっていきますじゃあマリアの行為を見てみましょうヨハネ12-2の2ですはい人々はイエスのためにそこに晩餐を用意したそしてマルタは給仕していた ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。はい。これだけを見ると、この家はマルタ、マリア、ラザロの家のように見えますね。これはベタニアのある家ですけれども、マルタ、マリア、ラザロの家ではありません。なぜわかるかというと、マタイ26の6。 マタイのの福音書情報にそれが出てくるんです場所はどこかっていうとベタニアのサラートに侵された人シモンの家です。シモンっていう名前はとってもポピュラーな名前です。どれぐらいポピュラーか。まあ日本、今の日本で言うと太郎とか健一とかいうぐらいにポピュラーです。この人は サラートに侵されていたってあります。サラートっていうと重い皮膚病です。ですからもしこの指紋が今も患っていたとしたらこれは立法違反です。大体彼は村に住むことさえ許されなかった。村の外でサラート患者だけの共同体で住まなきゃいけなかった。だから村に住んでるということ。ましてや 大多数,の人を招い多数の人を招いて会食をしているということは彼はもうラートから癒された人です。でおそらく自然にサラートに癒されるということは考えられないからイエスによって癒された人だろうという予想が立ちます。その彼が人々と一緒に食事会を催したわけですね。だから 基本的にはこれは感謝会会でですすこれは喜びの食事会ですそしてここに集まっている人はみんなイエスが救い主だと信じている人たちが集まってきているんですねさあなじみの名前が出てきましたヨハネの福音書に出てきているんですねマタイには出ない名前がだからヨハネを今日は呼んでいるわけですがはいなじみの名前って誰ですか マルタ、何してますか救治し人間の性質というのは変わらないね、あんまり。それからもう一人は、ラザロ。ラザロってどういう人でしたか、うん死から蘇った人ね。このラザロっていう人はいつも何もしてないね。そこにいるだけで証 <laughs> になってる人だね。 イエス様が交わりの中心だけど間違いなくナンバー2はラザロですよ。ラザロさんあの時の話どうでした死んだとどうでした死後の世界ってどんなですか蘇った時の気持ちはとかねみんなもういっぱい聞いてたと思いますね。なぜマルタ・ラザロがここにいるんでしょうかおそらくこのシモン マルタの一家はとっても仲良かった仲が良かった親しい関係にあったんだと思いますねだからここに集まって食事をしているわけですさあここに出るべき人の名前が出てないですねマリア出てないねマリアっていつも人とは違う行動をしてるんだよねマリア出てこいって言ったら次出てくるんですね三節にはい ご一緒にはい、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油3 0 0ムを取ってイエスの足に塗り彼女の髪の毛でイエスの足を拭った家は香油の香りでいっぱいになったとありますマリアは純粋なナルドの香油をイエスに注いだんです頭に注ぎ次に足に注ぎそれを髪の毛で拭ったんです このマリアはマグダラのマリアではありません。また、罪の女が香油を注いだという話がありますが、それでもありません。これはベタニアのマリアです。この香油はどれぐらいあるんですか、量が。300グラムです。香油です。香油です。ごま油ではありません。オリーブ油でもありません。 こういうい、ね、香水ですよ300ですす。よ。そしてあとで出てきますがその価値はどれぐらいあるかというと300デナリ以上。1デナリが労働者1日分の給料ですから300デナリっていうと労働者のほぼ年収です年収分に相当するものを彼女はここで使ったわけですね このような香油は当時の一般的な例では女性が新婚の夜のために取っておくものです。それをマリアは使ったんです。そしてヨハネはこう書いています。家はこれを書くときに彼はその香りをまるで思い出しているような感じがしますね。今なんとなく 僕らも紅葉の香りがここに満ちてきたような感じがしませんかまあ、しなくてもいいんだけどそれを見て次弟子たちの反応ですはいヨハネ12の4から5ご一緒にところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオとユダが言って なぜこの行為を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのかはい300デナリって出てきてますねユダですよユダはイエスを裏切ろうとしていると書いてありますがこの時に分かってたのこれはこの時点で分かってたの分かってない後で明らかになっただから後で分かったああそういうことだったのかという情報をヨハネはここで書いてるわけですね ユダだけではない。マタイの福音書26-8見てください。はい。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この交油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。とあります。弟子たちも憤慨したんです。しかし、弟子たちの場合は動機は純粋なものでした。 彼らは貧しい人のことを考えてるわけですね。さあこのイスカリオテのユダも不平を言った動機が間違ってるそれ以外の弟子たちも不平を言った、まあ、動機は純粋であったでどういう順番でこれが出てきたのかおそらく場の状況から言うとまずイスカリオテのユダが否定的な言葉を吐く。 不平不満というのは簡単にに群れ全体に広がりますね。どんなグループでもそうですねうまくいってるまあ聖地旅行でもそうですよ群れの中に批判的な人が一人二人いるともう旅行全体が黒雲に覆われた状態になりますねだから僕らも注意しなきゃいけない。一人人二の不平不平満が 群れ全体に容易に広がるということですさあ6節でまたイスカリオテのユダに帰りますよはいしかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく彼は盗人であって金入れを預かっていたがその中に納められたものをいつも盗んでいたからである、はい、イスカリオテのユダに関しては動機が歪んでいたんです 彼は金入れから預かっていたものを盗んでいただから300デナリーに売ったならばその何割かは自分の懐に入るこの行為も売れば金になると考えたわけですねこれが弟子たちの反応ですマリアが素晴らしい行為をした弟子たちがそれに否定的に答えたじゃあイエス様は どう思われれたのかそれが3番目ですはいご一緒にイエスは言われたそのままにしておきなさいマリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしていたのですとありますイエスはマリアがなぜ行為を注いだのかを知っておられました。 マタイの福音書26の12にはこうありますね。はい、ご一緒に。ここののののののの女がをを私私体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。イエス様はこれが埋葬の用意だということを理解されました。つまりマリアがイエスの死が近いことを理解して埋葬の用意をしているということを理解してくださったわけです。 そして8節です。12章の8節。この、今回のメッセージの準備で、私が一番祝福を受けた、またチャレンジを受けたのはこの8節ですね。すごい聖句です。はい、ご一緒に。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです。とありますね。 弟子たちにはこれからも貧しい人々に使えるチャンスがあるんです。しかしイエスはこれから死のうとしておられる。イエスの埋葬の用意ができるのはこの時だけです。そこに重要なポイントがある。マリアはその瞬間を見事に捉えたわけですね。死者の埋葬をするっていうことがどういう意味があるの 皆さんは愛する家族が亡くなった時に手厚く葬りますかあ,あ死んだのって言って裏庭に穴を掘ってポーンとやる <laughs> そんなことはそんなことは心情的に許せないでしょう自分をあるいは自分が亡くなった時に家族に手厚く葬ってほしいというふうに願いませんか、まあ、盛大なお葬式は どど、うでもいいんだけど僕なんかも家族層でいい,いいなって思ってるんですけどでも手厚く葬るっていうことは愛の関係がある者同士の中では人間としては当然の思いですよ。弟子たちはイエス様が死んだ時に葬ることができましたかどこにいたの彼らは逃げてたんだよ。 そしてイエスの死体を有馬帝のヨセフが引き下ろして願って引き下ろすことができて自分の墓に納めるときに時間がないから大急ぎでニコデモと二人で埋葬したけどあれいい加減だよ十分な埋葬じゃないのでイエス様をかわいそうと思って心の細やかな婦人たちが日曜日の朝墓に行って埋葬しようとするじゃない手厚く。 その時に彼女たちは埋葬できたのできなかった。なんでできなかったのもう墓が空になっていて、復活のイエスに出会って腰抜かすだけじゃない。埋葬できたのは、埋葬の準備ができたのはマリアだけなんだよ。これってすごくないここなんだよ、ポイントは。だから僕らはマリアがい油をこんなに使ったっていうところは分かってて、そこを強調するんだけど、実は人類の歴史を メシアの遺体を埋葬できたのはマリアだけだったという事実こそ実は素晴らしい出来事なんです今回それに気づいてあすごいな私も感動を覚えましただから別の福音書ではマリアのしたことは後々人々に言い伝えられる今この話をしているのはまさにそれが成就しているんですね。 さあ、結論にいきましょう今日結論は3つのポイントがありました1番目は何でしたイスラエルの祭りとメシアの生涯2番目が4組の登場人物たち3番目がマリアの信仰ですねこれを順番に見ていきましょうイスラエルの祭りとメシアの生涯ですね今日は吸い腰の祭りにこだわりました イスラエルの祭りは、レビキ23章にたくさん規定が出てきます。さあ、聖書塾なんかで学ばれた方、思い出してください。春の祭りはいくつありました ?4 つです。じゃあ、順番に行きましょう。1番目が、杉越の祭り。次が、種なしパンの祭り。3つ目が、初穂の祭り。4つ目が、 七週の祭りあるいは五巡節の祭りギリシャ語ではペンテコステですこれが四つの春の祭りです継越の祭りはメシアの死を予表しています種なしパンの祭りはメシアの死によって私たちの罪が清められたことを象徴しています初穂の祭りはメシアの復活を象徴していますそして五巡節の祭りは精霊降臨を象徴しています あるいは予表してますこの春の祭りの4つはメシアの初臨に関する予言なんですね。メシアの初臨のフレームワークになってます。じゃあ秋の祭りいくつありました ?3 つあります。1番目がラッパの祭り次が食材の日そして最後がカリーオの祭り。 イスラエルでは昨日からカリオの祭り、今年のカリオの祭りが始まっています。ラッパの祭りは景気を予表しています。食材の日は大観覧時代を予表しています。カリオの祭りは千年王国を予表しています。秋の3つの祭りはメシアの再臨の予言のフレームワークになっています。これはまだ成就してません。しかし私たちは 春の祭りは成就したから秋の祭りも成就するということを信じていますイスラエルの祭りはこのようにメシアの生涯の枠組みを提供しており春の祭りはメシアの初林の枠組みなんです特にその中で杉越の祭りはメシアの食材師のフレームワークです 秋の祭りはメシアの再臨のフレームワークでありそれが示していることはこれから成就するんです話は変わりますけど再臨待望聖会の中で持ってるチャートというのを作成して皆さんにそれをご紹介しました覚えてますか持ってるチャートっていうのは聖書的契約とディスペンセーションの関係についてチャートにしてあるんです 喜んででください。です。新しいチャートが一月以内に紹介されます。名前は祭りチャートです。<laughs> 今話していることをチャートにしてそれがメシアの生涯とどう関係しているかということこれはチャートにした方がいいと思ってです。することにしましたから今もう発注してますからですから納品されると思います。また皆さんにご紹介しますね。 1> 1枚300円です。ただではないことを申し上げておきます <laughs> さあ4組の登場人物たちですが今日のお話を振り返って4組がどういう人たちでどういうポジションにあったのかそして私たちの位置はどこにあるのかということを確認したいと思います。まず最初に確認したのが、 ユダヤ人の指導者たたちでした彼らは真っ先にイエスを信じ民にそれを教えるべき人たちでしたしかし彼らは真っ先にイエスを拒否しイエスを殺そうとしました立法を教えながら自ら立法に違反したんですいつの時代もリーダーの責任は 重いですこの中にも今日いろんなレベルで霊的リーダーシップを与えられている兄弟姉妹がたくさんいらっしゃいますねこう見てるとお互いキリストにある責任を確認しましょう霊的リーダーダの責任はは本当にに重いいです間違ったところに人々を導いてはなりませんそれを私たちはユダヤ人の指導者たちの失敗から 教訓を学ぶべきであります。彼らは失敗したために紀元70年にエルサレムが崩壊するんです。これから40年後です。弟子たちを見てみましょう。弟子たち、イスカリオテのユダ以外の弟子たち。彼らは不平不満を伸びました。それが広がっていったんです。動機は 純粋であった貧しい人たちへの配慮ですしかし彼らに決定的に欠けていた視点がありますそれは何かというとあのこういう3 0 0ムあって価値はいくらですか価格は300ナリりだったんですね300ナリりもったいないって言ったんですつまりイエスの価値は300ナリり以下なんです 実際にイエスが売られた時に銀貨30枚で売られますよ。奴隷の値段ですよ。罪人が見積もるイエスの値段はその程度です。私たちはどうでしょうかイエス様というお方は300デナリ以下ですかイエスというお方は私たちの全関心を要求するだけのお方ですか 問われますね。3番目イスカリオテのユダ彼は動機そのものから間違ってる彼は盗人ですそして後で徐々に分かってきますが彼はイエスを裏切ろうとしてたんですがイスカリオテのユダは悪霊単なる悪霊つきではない彼はサタンにつかれてますいいですか 彼は悪霊ではなくてサタンそのものに心を売り渡してサタンに疲れていた人でありますから真っ暗闇の中にいた人物ですそして今日見た4番目がマリアでした彼女は弟子たちでさえも理解していなかったことを理解していたんですつまりイエスの死が近いことを直感したんです 彼女があの紅為をずっと昔から持っていたのかあるいは全財産をはたいて紅葉を買ったのか分かりませんが私はそんなに昔ではなくてこの日のために彼女は全財産をはたいて紅葉を買ったんじゃないかなというふうに予想していますがこれは断定的なことは言えませんけれどもいずれにしても彼女がその紅為を使ったというのは彼女は 全財産をそこで使い果たしたたんです何のためにかイエスのためにですしかしその結果彼女は人類の歴史を唯一メシアの埋葬する特権に預かった人なんです。価値がありますかね300ナリの。昔よくねテレビの番組であのオークションの番組がありましてね 覚えてるのは加山雄三とクルージングで一緒にボートに乗って彼が作る料理を食べられるいくらオークションでやるかって落札価格は100万円でしたね加山雄三さんとボートに乗って食事をするのに100万円の価値があると思う人もいるわけですよねそれはファンですよねイエス様に従う価値はオークションでいうとどれぐらいですかね そ,れなんそこなんです,そこなんですポイントはねいや、最後マリアの信仰を見てみましょうマリアがどうしてこういう信仰を働かせたのかルカの福音書10の41から42にヒントがあると思いますねはいご一緒に読みましょう「主は答えて言われた」マルタ「マルタマルタあなたはいろいろなことを心配して気を使っています」しかしどうしても必要なことはわずかです いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。この話、よく知ってるじゃない。マルタが忙しく救治していた。マリアはイエス様の足元に座って見言葉に聞き入っていた。マルタがイエス様に文句言いますね。その時にイエス様があなたもよくやってるよ。でも大事なことは一つだけなんだよ。マリアは良い方を選んだんだよ。 つまりマリアはイエス様の足元に座って御言葉に耳を傾けていたんですですからここでマリアが示している信仰はその時に理解した内容ですよ。つまりマリアはメシアが十字架に着くっていうことを理解したんです。イエス様の十字架の予告を見てると指導者に引き渡されて で十字架につけられ墓に葬られるけど私は次そこで終わらないでしょ3日目に蘇るというところまで予告されるんですねだからここで私たちはマリアの信仰はイエスが十字架につく時が来たというところで終わったと思わない方がいいさらにその先 そして3日目によみがえるっていうところまで信じたと理解した方がいい。なぜそう言えるかっていうとイエスが亡くなって埋葬された後墓に婦人たちが行くでしょうそこにベタニアのマリアの名前がないんですよ。つまり彼女は墓に行く必要なんかないんだっていうのを理解していたんですね。 信仰によって理解し自らがどういう行動を取るべきかを理解していたすごいですね私たちはマリアの信仰から学ぶっていうのはどういうことなのかイエスが復活するっていうのはもう復活されたから信じてますからね私たちが今学ぶべきはこれですね春の祭り4つは書林によって成就したんです 秋の祭りの3つは祭臨によって成就するんです。初臨のことが全部起こったとするならば祭臨のことも全部起こるんだっていうのが私たちが学ぶべきマリアの信仰です。その信仰はどこから生まれるか。御言葉を学び理解すすることですそこから生まれてくるんです。 人間的にこういうことがあるかどうかということを論じるんじゃないんですね。御言葉の学びによってその確信が与えられるんですね願わくは今週も希望に満ちた地上障害を歩もうでありませんか次回から「杉越の祭り」の内容に入っていきますがちょっと予告しておきますと A.T. ロバートソンの調和表が「 この辺りから正確ではなくなります。どうしてか？というと。大変立派な学者ですけど。100年ぐらい前の本なんですね。で、当時はまだユダヤ的文脈で聖書を読むっていうことが広がっていなかった時代です。だから彼は？例えば過ぎ越しの祭りで杯が4種類あるって言うことをさえ知らないんです。だから。 調和表の順番が過ぎ越しの食事の順番通りに並んでないんですね。それを修正しつつ僕らは最先端の情報を利用して学んでいきたいと思いますね期待して来週も来てくださいでは祈りましょう天の父なる神様今日の学びを通してベタニアのマリアの 信仰がどのようなものであるか、それを今の私たちに適用するとどうなるかということを教わりました。どうぞ一人一人が見言葉の学びに時間を費やし、そして未来に希望を持って歩むことができますように導いてください。主イエスキリストの皆によってお願いいたします。アーメン。